寝起きからの1日密着スタートです。ところどころアフレコでところどころ喋ってるので、はい、両方楽しんでいただけたらなと思います。この日は割と早めに起きたので朝一ジムに行きました。寮の2階にジムがあるので、そこで筋トレとか有酸素運動とかいろいろやってます。なんかすごい震えてるけど、これは後半の部分を撮ったので本当にしんどかったです。頑張れ。これはストレッチでもう顔が死んでますね。約1時間ジムに行ってたので疲れてます。シャワー浴びた後に朝食を作って食べるところです。ここは音フェチでどうぞ。食べ終わったら生物の勉強をしています。これは授業でプレゼンテーションが出てたんですけど、そのスライドを写す感じで2時間ぐらいやりました。 DNA について書いてますね。もうすぐ試験だから、ノート取ってるところ。また食べるんかいって感じだけど、もうすぐ出かけるのでお昼ご飯を食べてます。思いっきりレトルトですいません。キイチゴ。出かける準備をしています。コンシーラーで細かくしたりマスカラしたり。女子って大変。着替えて髪の毛もセットしました。この日は美術館に行きました。とある科目の論文で美術館について書くんですけど、そのためのリサーチをしに美術館に友達と行ってきました。リュックを前に背負うっていうのがルールらしいんですけど、それを毎回忘れて何回も注意されました。はい、こちらは今写真のギャラリーに来ております。いろいろ美術品見てきました。美術館の後は友達と近くのモールでショッピングしました。ショッピングといっても主にウィンドウショッピングなんですけどね、可愛いもので癒されてます。フォーエバー21で買い物してきました。夜ご飯はポーク食べました。ハワイの料理ポークを食べます。サーモンとマグロを選びました。他の具は卵とか大根とか枝豆とか、そんな感じで自分でカスタマイズしました。美味しそう。午後はずっと外にいたので、今から30分ぐらい休憩してまた勉強をします。課題がいくつかあるので、それをね終わらせないと。なるべく明日はリラックスしたいので、ほんとさっき帰ってきたばっかりでもっさもっさ。シャワー浴びてから宿題やってます。これは脚本の授業の宿題ですね。グループに9人10人ぐらいいるんですけど、全員の脚本を読んで感想を書かなきゃいけないというかなり時間のかかる課題でした。一つの脚本が約10ページなので、それぞれの脚本を読むのにも感想を書くのにも時間がかかりました。次は日本語の本を読んでます。ホラー小説が特に好きなのでホラー小説を読んでます。日本語喋る機会がほとんどないので、本などを読んで語彙力をなるべく保つようにしています。次に英語の単語を調べてます。これは1日必ず1つ新しい単語を学ぼうという謎のルールを決めていて、この日の単語の意味や例文2つを書いてます。次は日本語のペン字です。日本語と英語どんだけ往復してるのって感じだけど、習字はもうやっていないんですけど、字は書くのが好きなのでペン字やってます。ひたすら練習。ここでは YouTube の次の動画の企画のためにリサーチしてます。これはエミリーと撮る動画なんですけど、来月投稿されます。
そしてここからはコスメ収納の編集ですね。この動画は結構前に出たと思うんですけど、こんな感じで急いで編集していました。見た感じエチュードハウスが多いですね。この6つ全部エチュードハウス。なんとか11分23秒で終わらせました。もう遅い時間なので寝る準備に進みます。リップの方だけ字幕をつけたので、もうそろそろ寝ます。もうすぐ1時なのでまだやることいっぱいあるけど寝ます。 Good night, Emily. Good night. ではまた、バイバイ。